2011-2012ISU グランプリファイナルおよび 2011-2012ISU ジュニアグランプリファイナルは2011年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2011-2012ISU グランプリシリーズの決勝大会よび若年層の 2011-2012ISU ジュニアグランプリの決勝大会。 2011、2012ISU グランプリファイナル、2011、2012ISU ジュニアグランプリファイナルは、それぞれ2011から2012年シーズンの ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリファイナルで、2011、2012ISU グランプリシリーズ及び2011、2012ISU ジュニアグランプリの決勝大会である。 シニア及びジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2011年12月8日から11日にかけてカナダ・ケベックシティで行われた。今開催会は前々回から続いて ISU グランプリファイナルと ISU ジュニアグランプリファイナルが一連の日程内で開催された。成績上位6名が出場する。 男子シングル男子、シングルメダリスト女子、シングルペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ以下の賞金が与えられる。ジュニアグランプリファイナル出場選手は参加賞金としてベッド2500ベドルが与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、グランプリファイナル出場選手は賞金から5000ベドルが、 ジュニアグランプリファイナル出場者は、賞金から1000米ドルが差し引かれるとされた。後日国際スケート連盟から、アイスダンス競技のフリーダンスの結果について、得点計算の誤りがあったことが発表された。得点集計ソフトに組み込まれている SOV の値に誤りがあり、アイスダンスのコンビネーションリフトの得点が0.5、間違って計算されてしまうことがあった。 これにより、本大会のフリーダンスの本来の順位は、バーチュ、モヤ組が1位、デイビス、ホワイト組が2位であったところ、逆の結果となってしまった。ただし、ショートとフリーを合わせた、総合順位への影響はなかったとのことであった。それまで2011、2012シーズンに行われた、グランプリシリーズをはじめとする多くの国際大会でも、同様の問題があったと見られるが、 それまでの国際スケート連盟の調査では順位への影響のあった大会結果は発見されていないとのこと。なお、本大会の得点及び順位の変更は発表されていない。ISU ジャッジングシステムカルキュレーションプログラム2011年12月28日。ありがとうございます。